シャルル・デュートは、シャルル・エド・アル・デュートは、1936年10月7日体は、スイス出身の指揮者、音の魔術師との異名を取る、ローザンヌ生まれ、青年期にエルニスト・アンセルメと交流を深める傍ら、同地とジュネーブの音楽院で指揮、バイオリン、ビオラ、打楽器、作曲を学ぶ、指揮科を主席で卒業後、シエナのキジアーナ音楽院で、アルチェオガ・リエラに指示、 その後、アメリカ合衆国のタングルウッド音楽祭で、シャルル・ミュンシュに指示。また、ルツェルン音楽祭では、オーケストラの奏者として、ヘルベルト・フォンカライアンと共演し、影響を受けている。学生時代から、ビオラ奏者として、欧州や南米の様々なオーケストラに在籍する。一方で、1958年から1963年まで、ローザンヌ大学合唱団の指揮者を務める。 1959年1月、すでに進行のあったマルダール・ゲリッチをソリストに迎え、ローザンヌ放送所属のオーケストラを指揮して指揮者として、プロデビューする。以降、スイスロマンド還元楽団やローザンヌ、室内還元楽団の客演指揮者を務めるほか、中リヒ放送所属のオーケストラの指揮者となる。1964年に、カラヤンの招きで、ウィーン国立歌劇場に登場し、 以降2シーズン、同劇場のバレエを担当する。1967年に、パウル・クレツキから、ベルン公共楽団を引き継ぎ1978年まで、主席指揮者を務め一方、ベルンに在任中の1967年から1971年まで、チュ中立飛島の晴れ管弦楽団で、ルドルフ・ケンペを補佐している。1973年から1975年にを、 1975年から1978年まで、エーテボリ公共楽団の記者も兼務した。1977年に、モントリオール公共楽団の音楽監督に就任。短期間で、同楽団を、カナダ随一の世界的なオーケストラに育て上げ、フランスのオーケストラよりもフランス的と評された。以後2002年に辞任するまでの25年もの間。 精力的に海外公演や録音活動を行い、世界中から数々の賞も受賞した。1990年から2010年まで、フィラデルフィア管弦楽団が参加するニューヨーク週末のシリーズの芸術監督並びに主席指揮者を務める一方、2000年から3年間、レナード・バーンスタイン提唱の国際教育音楽祭、パシフィック・ミュージック・フェスティバル、PMF でも、 芸術監督を務めている。1991年から2001年までフランス国立管弦楽団音楽監督に就任、同楽団とは数々の録音で共演して高い評価を受けるとともに広く古大陸で演奏旅行を行う。1996年にフランス政府よりコマンダーでを授与され、同年にはカナダ政府からも叙勲された。 カナダ人以外で初めて、ケベック州民勲章も受賞している。2008年から4年間契約で、フィラデルフィア管弦楽団の主席指揮者、2009年からは、ベルビエ祝祭管弦楽団の音楽監督と、ロイヤルフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者、芸術監督を務めている。主な客演としては、ロンドンフィルハーモニー管弦楽団、フィルハーモニア管弦楽団、 パリ還元楽団、北ドイツ放送交響楽団、バイエルン放送交響楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団、ロイヤルコンセルトヘボー還元楽団、シュターツカペレドレスデン、チェコフィルハーモニー還元楽団、また、シカコ交響楽団やニューヨークフィルハーモニックなどのをはじめとする全米の主要なオーケストラにも頻繁に登場している。シャルル・デュトワは4度の結婚経験があり、 かつての伴侶としては、二人目の妻であるピアニストのマルタ・アルゲリッチと、三人目のオンタリオ州出身のエコノミスト、実業家、旧姓ドルンの名が知られている。2010年には、バイオリニストのシャンタル・ジュイエと結婚した。アルゲリッチとの間に、娘アンヌ・カトリーヌ、アン・キャスリーンがいる。また、1990年生まれの映画監督、女優、脚本家のアンヌ・ソフィー。 アンソフィーは、孫、最初の妻との間の長男イヴァンの娘である。デュトアは、ベルリオーズやビゼー、ラベル、イベールなどのフランス音楽、リムスキーイコール、コルサコフやチャイコフスキー、ラフマニノフ、ストラビンスキー、プロコフィエフといったロシア音楽を得意としている。この他に、オネゲルの作品や、レスピーギのローマ三部作、ローマの噴水、ローマの松、ローマの祭りと、 バイオリン競争曲、ファリアのバレエ音楽、竹光徹の還元楽曲の解釈にも卓越したものがある。ディプロマ取得の課題と最初のレコーディングが、兵士の物語であり、若い頃の目標が30歳までに、春の祭典を刺することだったと本人が語っているように、とりわけストラビンスキーに関しては愛着を持っていて、ストラビンスキー本人式による結婚の レコーディングセッションに歌めクリエキして潜り込む、などの逸話もある。ローザンヌ大学合唱団の指揮者としては主に、バロック時代の声楽作品を指揮した。また、ウィーン国立歌劇場では、マシーン振付の三角帽子、ヌレーフ、マーゴ・フォンテイン出演のヌレーフ版、白鳥の湖のプレミアを指揮し、ジョージ・バランシンなどとも仕事をしている。また、 1975年には、バイオリニストのサルバトーレ・アッカルドと共演して、ニコロパが2位に作品の内バイオリン競争曲全6曲を、含む譜面が現存するバイオリンと還元楽のための協作品のほぼすべてを録音している。モントリオール交響楽団とのコンビは、カーネギーホールにほぼ毎年登場するようになり、そこでは、戦争レクイエム、ロジェオ イリア・ムーロメッツのような比較的演奏機会の和解、大作も取り上げた。また、フランス国立管弦楽団とは、サンドニ音楽祭において1995年から4年間、ベルリオーズの宗教的声楽作品を1年に1作ずつ演奏し、その初回は、荘厳ミサ曲のパリソ演であった。2003年にテアトロコロンで、さまよえるオランダ人を指揮し、 同劇場では続いて2004年から4年をかけて、リングを2008年には、同劇場の開館100年記念公演で、アイーダを指揮する計が立てられた。デュートアは大の日本美域として知られ、和食や陶磁器の愛好家でもある。インタビュー収録時にも、広重や北斎の画集を眺める姿がある。2000年から3年間、札幌を中心に行われる、パシフィックミュージックフェスティバル。 PMF2004 年から7年間、アイザックスターンの遺志を継ぎ、宮崎国際音楽祭の芸術監督を務めた。宮崎では、大ホールでのオーケストラ公演のほか、デュートアが得意とする小編成の楽曲や、室内楽曲のレパートリーをも取り上げ、人形劇を加えてのファリアの、ペドロ親方の人形芝居やストラビンスキーの、兵士の物語を街頭で演奏するなどの企画が、披露された。 1999年には NHK 教育テレビシャルル・デュトワの若者に送る音楽辞典世界の音楽主要10都市を特集した全10回の教育ドキュメンタリーシリーズに出演自らキャストとして作曲家の役にも奮した他にも NHK 教育テレビエヌ・キョアワーの新年番組にもゲストとして袴姿で出演している この際、明けましておめでとうございますと、日本語で話した。デュトアとか代わりのある人たちは、日本と、不思議な因縁で結ばれている。初来日は1970年、日比谷公会堂での読売日本交響楽団の、客演で、ストラビンスキー、ラベルなどを指揮した。アルゲリッチが娘、アニーデュートア、音楽ジャーナリストを見ごもったことに気づいたのが、 この初来日の時であり、1974年には、夫婦共演のために再び、日本を訪れたが、夫婦喧嘩からアルゲリッチは、一方的に公演をキャンセルして帰国、挙句、デュートワと離婚に至ったという経緯がある。その後アルゲリッチは、デュートワと和解し、近年では、デュートワ式、アルゲリッチのピアノで共演を重ねている。偶然とはいえ、デュトワとアルゲリッチは、 それぞれ九州の音楽フェスティバルの芸術監督に就任している。また、娘アニーも日本での取材が振り出しとなって記者活動を始めている。1996年 NHK 公共楽団の常任指揮者に就任した。就任記念定期では、オネゲルの家計代表のジャンヌダルク、演出付きを上演。就任記念特別演奏会では、 アルゲリッチとショパンのピアノ競争曲第1番を共演。1998年から音楽監督に就任。1999年、高島くん演出、ダンラ・ピッコラの歌劇、トラワレビットとフォーレ、レクイエム上演。2001年、創立75周年記念演奏会にて、オルフ、カルミナ・ブラーナを演奏。2003年6月、音楽監督を退任するが、 音楽監督として最後の演奏は R ・シュトラウス・エレクトラ演奏会形式であった。同年9月から名誉音楽監督に就任し、以降もほぼ毎シーズン定期公演の指揮をしている。デュトワが来たことに伴ってドイツ音楽に偏っていたレパートリーがフランス音楽をはじめとしてグローバルに広がり、サウンドも色彩感を持つように変化した。 またこれまで国内をその活動の中心に置いてきた同学団は周期的に海外公演を行うようになり、またデッカレーベルによるレコーディングも行われた。これまでにヨーロッパ、アジア、アメリカ、ロシアの各主要都市で広く公演を行っており、世界的な知名度が増した。また、NHK 大河ドラマ第39作、青い徳川三代のテーマ音楽の指揮もした。 さらに、デュートアと N ヌには、ユニクロのテレビ CM 出演の企画まで持ち上がった、こともあったが、これは NHK から待ったがかかり、実現しなかった。世界各地から40以上の賞を手にしてきた。主だったところは次の通り。1991年には、フィラデルフィア名誉市民の称号も授与された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。